村上城は標高135メートルの臥牛山に築かれた山城です。戦国時代には本庄氏の本拠地として1568年の上杉謙信との籠城戦など幾度も戦いが繰り広げられました。1598年上杉氏が越後から会津に転封となり、その後村上氏、堀氏、松平氏によって城の改築、城下町の建設が行われ、北越後の中心拠点として整備されました。その後城主が変わり、1720年以降内藤氏が代々城主を務め、明治維新を迎えました。1993年には国史跡に指定され、現在も山頂を中心に遺構を多数見ることができます。城の北側には三の丸とされる広い曲輪が設けられていました。三の丸から少し南に下ると四つ門と呼ばれた門跡があります。かつて矢倉門が建てられていて、名前の通りそれぞれ四方へ行き交う四つの門があったとされています。麓の登山道入り口から七曲りを通って四つ門に至ります。四つ門から本丸方面に向かうと、二の丸入り口にあたる場所にお金門跡があります。矢倉門があったとされていて、その上の門の外側と内側の両側に横矢がかけられ、侵入する敵を迎撃しやすくしていたと考えられています。二の丸から本丸に向かうと黒門跡と突き出すような形の出櫓跡が姿を現します。二の丸から本丸石垣の横を通過して黒門本丸に向かうコースとなっていて、深さ数メートルにも及ぶ高い石垣の迫力と、守備側からこのような場所で攻撃されたらと思わず様々な想像を働かせてしまうほど圧倒されてしまいます。本丸からは眺望が素晴らしく、城下町を一望することができます。本丸にはかつて三層の天守櫓が存在していました。1667年に落雷火災によって焼失し、その後再建されることはありませんでした。1999年から破損が見られた臥牛山城の石垣の修復工事と、それに伴う発掘調査が行われていて、2023年現在も黒門跡を中心に調査が続けられています。
麓の城下町から歩いて20分で着く眺望スポットとして、村上城は現在も地域に愛され続けています。大庭沢城は西の宮山と東の寺山からなる山城です。築城年代は明らかではありませんが、永正年間に長尾為景に攻められていることから、16世紀初頭には鮎川氏が居を構えていたと考えられます。1598年、鮎川氏は上杉氏の威風に伴い米沢の地に移ったことで、大庭沢城は廃城となりました。大庭沢城は近年地元の方により整備が進められていて、夏場でも見学しやすい山城となっています。特に宮山南側にある見渡す限りの畝型書斎は、この城でしか見ることのできない光景とも言えます。城跡には集会所から雷神社の参道沿いに登っていきます。入り口から5分ほど登れば雷神社に行くことができます。宮山の西の端には二重堀切りが築かれています。大庭沢城宮山の南側斜面に大規模な畝型書斎が現在も良好な状態で残されています。畝型書斎とは、掘った土をかき上げて構築した縦長の土塁状の防御施設です。畑の畝に似ていることからその名があります。通常城の防御施設でもある上位の廓などから複数以上を垂直に接続させて障害物とし、畝の通路を制限し一列渋滞を強いることで、城の守り手が攻撃を敵の先頭に集中させやすくする工夫がなされています。大庭沢城の畝型書斎は最大規模のもので、長さ約15メートル、幅約5メートル、高さ約3メートルを測り、敵の攻撃の的になりやすい南側の緩斜面に50畳以上を集中的に配置することで、城の背後の弱点をカバーしています。他の地域でも畝型書斎は参見されますが、これほどの規模のものが良好な状態で見学できるのは全国的に見ても極めて稀です。大庭沢城は雷神社の立地する西方通称宮山と不採寺の真裏にあたる通称寺山に分かれていて、その二つの山をつなぐ尾根に大堀切りが築かれています。
大葉沢城は地域のボランティア活動によって遺構が見やすい状態が保たれ続けています。全国の歴史城郭ファンの方が多く訪れる大葉沢城として今も生き続けています。平林城は標高284メートルの妖怪山一帯に築かれた山城です。南北朝時代から戦国時代にかけて現在の村上市の一部と淡島を支配していた色部氏の居城で、麓に平治の居館を構え、背後の妖怪山に戦時用の山城を備えていました。色部氏は初め鎌倉に住んでいましたが、13世紀後半頃、為長の子、公長が越後に移ってきたようです。色部氏が平林城跡に本拠を移した時期の詳細は不明ですが、15世紀末には平林城は色部氏の居城となっていたと考えられています。その後、色部氏は長尾氏に仕え、平林城は色部光長の代の1598年、上杉景勝の会津威風により廃城となりました。廃城前の平林城の姿は1595年の上杉景勝の領内検地に基づく1597年の越後の国瀬波郡絵図に描かれています。巨漢には塀を巡らせ、中央に矢倉門や数棟の建物が見られますが、背後に山城は籠山古城と記されていることから、すでに山城は廃されていたようです。廃城後は大きな土地の改変が行われず、今日まで中世以降が良好に残る稀有な山城跡として1978年9月18日に国の史跡に指定されました。東西約300メートル、南北約200メートルにも及ぶ広大な巨漢跡には大規模な土塁や空堀が良好な状態で残り、山城跡には車や堀切などの多数の遺構が残っています。巨漢部最大の車で、その規模は東西約200メートル、南北約90メートルです。北西、北東、南西にそれぞれ小口があり、西側および北側と南側の一部に土塁が残ります。昭和49年に表小口で発掘調査が行われました。殿屋敷と中黒輪を隠する殿堀の底からは、直径18センチメートル前後の橋脚が6本見つかりました。また表小口からは門の礎石が3個見つかっています。1個は残念ながらなくなっていました。殿屋敷の中心部から見つかった大型の掘っ立て柱建物です。その規模は東西 25.3 メートル、南北26メートルで、推定される床面積は658平方メートルです。出入り口は南側の隅に作られ、西側からは建物に囲まれる形で井戸が見つかっています。主閣の中では最も大型の建物であることから、色部氏の主殿と考えられます。中黒輪の北西に位置する S 字型に屈曲するマス型の出入り口で、平林城の大手口とされています。平成30年度の調査では、排水側溝と考えられる2畳の溝とその溝の間から敷石状の城内道が見つかりました。平
平林城の後方にある妖怪山にはかつて籠山城が築かれ、現在はおよそ1時間で登ることができ、天気が良い日には山頂から佐渡や淡島を見渡すことができます。地元の方の整備活動に守られながら広大な巨漢跡として残る平林城跡は今も静かに生き続けています。とっさか城は標高346メートルのとっさか山山頂部に築かれた山城です。築城時期の詳細は不明ですが、一説では上杉謙信の死後家督争いとなった御盾の乱では上杉三郎景虎に属したと考えられています。上杉景勝にとっさか城を奪われ、家督争いの結末は景勝の勝利で幕を閉じました。御盾の乱終結後は片桐善左衛門が入城し、上杉氏の前線の城として機能したと思われます。とっさか城は尾根の周りに空堀、堀切りが数多く築かれ、現在も非常に良好な状態で遺構が残されています。国道から高床山森林公園のキャンプ場に向かい、駐車場から徒歩15分ほどで中心部にたどり着きます。南西部の狼煙台跡とされる曲輪が最初に姿を現します。尾根状のコースを歩くと、やがて大きな空堀にぶつかります。空堀はぐるっと回り込む形で続いていきます。大きな空堀が各所で屈折しているのがわかります。曲輪は北東に向かって続いていきます。尾根から少し下ったルート上に階段状縦堀と呼ばれる多段状の長い縦堀があります。尾根の最高所から少し下った先に本丸二の丸とされる曲輪があります。二の丸から切石を登っていくと本丸です。とっさか城の見どころの一つが本丸から続く連続堀切りです。連続して堀切りが築かれていて、特に本丸すぐそばの堀切りが非常に深く掘られています。
切りはそれぞれ山の表面を少し下ったあたりまで削られている様子です。本丸から5分ほど下った先に井戸も築かれていました。とっさか城跡は地元の保存会の整備活動により現在も見学しやすい状態が保たれています。四季折々の景色も楽しめるとっさか城は地域に愛されながら今も生き続けています。高田城は徳川家康の六男松平忠輝の居城として天下普請によって築かれた平城です。加賀藩の前田氏など13の諸侯に命じて工事を行わせ、1614年の正月から築城を開始し、7月にほぼ完成したと言われています。関川、青田川を外堀として利用し、本丸周囲には内堀を築き、すべての曲輪に土塁を設け、石垣は築かれませんでした。普請から間もなく忠輝は改易される流れとなり、その後松平氏、稲葉氏、榊原氏と城主が入れ替わりました。明治以降、旧陸軍第13師団の駐屯地司令部として使用するために堀が一部埋め立てられましたが、現在は高田公園として整備され、各所を見学することができます。本丸は内堀と土塁に囲まれ、現状では堀幅は40メートルから50メートル、平均水深は5メートルあります。現在の本丸内郭跡は東西215メートル、南北228メートルの広さで、この中に城主の御殿や多くの建物が存在していました。南西隅の三重櫓をはじめ、多聞櫓2棟、櫓台1箇所、お茶屋台1箇所が設けられていました。高田城三重櫓は本丸南西隅の土塁状に構築され、当時は御三階櫓と呼ばれて、天守に代わる高田城の象徴になっていましたが、廃城後1886年に取り壊されました。1993年上越市発足20周年記念事業として三重櫓が復興されました。資料調査と発掘調査の成果を十分に踏まえて再建されたものとなっています。本丸は現在公園並びに上越教育大学附属中学校として使用されています。明治時代、陸軍第13師団入城時に3000本を超す桜が植栽され、日本三大夜桜の一つに数えられるほどの規模になりました。本丸の堀周り含めて憩いのスポットとなっています。
二の丸と本丸を結ぶ橋として築城時に築かれた極楽橋は2002年に復元されました。城内の各所には今も当時の土塁跡が残っています。夏には堀に蓮の花が咲く高田城、上越市に溶け込んだ癒しの空間として、高田城は今も市民とともに生き続けています。